はいどうも、ワンソクチューブです。今回は前回に引き続きテスラのモデル3パフォーマンス、こちらの試乗インプレッションのドライブフィール編をお届けしたいと思います。前回はね、エクステリアと内装編お届けしたんですけれども、これまたね驚きの連続だったんですけれども、まだ見てない人はぜひね下の詳細欄にリンク貼っておくんで、見てからこっちの試乗編も見ていただければと思います。で、今回試乗させていただいたのはテスラモデル3パフォーマンスというグレード、最上級グレードになりますね。車両本体価格は 717.3 万円という形になっております。それではね、内外装同様に驚きの連続だったんですけれども、乗り込んでみましょう。はい、今回はですね、なんとテスラのモデル3、こちらの、パフォーマンスを借りています。で、早速出てきたんですけど、いろいろね勝手が違いすぎて戸惑うところが多いんですが、とりあえずドライブフィールインプレッション行ってみたいと思います。それでは、コラムシフトですね、テスラもメルセデスと同じようなコラムシフトを D に入れて走り始めます。お、今本当にテスラのショールームから漕ぎ出してきたばっかりで、まあいろいろ説明は受けたんですけれども、本当にインターフェースが従来の車と違いすぎてですね、ちょっと最初慣れるまでは結構戸惑う感じもあるかもしれないんですが、これはなんかね、やっぱ新しい乗り物乗ってる感じすごいですね。で、今一転がりしたんですけれども、まあいろいろだいぶ違いますよね。もう内装からドアの開け方から、もうエンジンのかけ方から、もう全てが違いすぎるんで、もうね、なんか新しいおもちゃを得た子供のように今なんかすごいワクワクしてます。そしてもうね、アクセルを踏むともう胸のすくような加速というのはこういうことなんでしょうね。最近私ジャガーのアイペースも試乗したんですけれども、アイペースは、まあ、本当に普通の車の延長線上にある、EV なんですけれども、こっちはもう本当に車のあり方からデザインしたっていう感じなので、いろいろと新しい、試みがされてますよね。そして回生ブレーキも、かなりアクセルを離すと自然に、立ち上がる感じなので、回生ブレーキだけでも結構調節、まあ、ワンペダルだけっていうわけにはいかないとは思うんですけれども、うん、でも慣れたらワンペダルだけでも運転できるかもしれないっていうぐらい、結構回生ブレーキもかなり効きますね。そして今、青山のシャレオツな、街並みを走っていますが、乗り心地はねめちゃくちゃいいですね。やっぱりフロアに、まあ、バッテリーが敷き詰められているからっていうのもあるんだと思うんですけれども、フロアの剛性感は半端なくて、ロードノイズほぼ聞こえないみたいな、聞こえるのは本当に快晴のヒューンっていう音とが遠くから聞こえるのと、エアコンの風の音みたいな感じになりますね。で、乗り心地とかテスラ僕初めて今回、モデル S とかモデル X とか乗ったことなくて、モデル3が、初めてのテスラになるんですけれども、ここまで結構乗り心地も上質なのかっていうのは驚いてますね。私マンション住まいなんで、やっぱ充電が必要な EV っていうのは購入の対象に入っていなかったから、今まで、まあ、テスラとか、そういうの、普通に EV と呼ばれるものはあんまり、触手が動いてなかったんですけれども、テスラはいいですね。なんだろうな、車を買うっていうのとまたちょっと違う買い物の感覚はありますよね。この乗り心地とかも本当に新しい感動はあるんですけれども、なんかライフスタイルを変わってるっていう感じはすごくありますね。だから本当にデジタルガジェット好きな人が、ハマる良さみたいな、こういう本当にインターフェースが全く物理スイッチを排除した、インターフェースであるとか、まあ、そのエンジンのかけ方からドアの開け方に至るまで全く新しい従来の、車の価値観っていうのを破壊して、
作ってる部分っていうのがかなりあるんで、すごくやっぱりイノベーティブというか、新しい乗り物に乗ってる感じっていうのがすごいですね。そんで、モニタリングシステム。これ、最近 BM のね、これ、なんかぶつかってるみたいに見えるけど、この周囲の車のモニタリングを、カメラでしていて、ね、ここの画面に、リアルタイムに表示してくれているんですけれども、それもね、多分アダプティブクルーズコントロールというか、まあ、オートパイロットみたいなのやった時にも、それがね、表示されるんだと思いますが、後でちょっと試してみたいと思います。周囲にね、どんな車がいるのかっていうのをね、カメラとセンサーで読み取って、モニタリングして、リアルタイムでここに表示してくれてるっていうのは、すごく面白いし、安心感がありますよね。車がちゃんと見えているんだぞというのが分かるっていうのはね、安心感あります。そして、ドライブフィールなんですけれども、アクセル、僕が多分この EV の運転慣れてないからだと思うんですけど、アクセルを離してしまうと、まあ、回生が思いっきり効くので、これも多分設定とかで変えられるんだと思うんですけれども、まあ、多分一番効率のいい回生の方法が、まあ、アクセルをオフにするとすぐ、回生が立ち上がるものの方がいいと思うんで、このドライブフィールに体が慣れてしまえば、すごく、バッテリーの消費も抑えられて、そして、ブレーキのタッチも慣れて、いい感じで運転できると思うんですけど、まだ開始10分ぐらいの感じではちょっとまだギタンバッコンしちゃう感じはありますね。これはちょっと慣れていきたいと思います。そして、ステアフィールとかなんですけれども、もう初めて、乗った瞬間から感じるのはもう重いっていうことですね。で、僕重いステアフィールが好きなので、これはね、結構重めの味付けですけれども、逆に僕は嬉しいですね。このぐらい効いてくれた方が、重さがあるという感じの方が、すごく、どっしりとした安心感があります。やっぱ、ステアが軽いと、まあ、操作は、楽なんですけれども、やっぱり直進安定性とか、そういう時にはですね、こう、どっしり座ってる方が、ステアリングに対する信頼性みたいなのが高く感じるので、個人的にはこのぐらい重い方が好きですね。多分これも設定で変えられるのかな、ちょっとわかんないですけど、後でいろいろ見てみたいと思うんですが、デフォルトの設定か何かになっているこの状態だと結構重めなんですが、個人的には好きですね。で、アクセルの、突きに対するトルクの出方っていうのはもう本当にすごいですね。すごいっていうその語彙力のなさになっちゃうんですけど、ちょっと踏んだだけでもモリッと、トルクが立ち上がるっていう、このね、内燃機関とは全く違うドライブフィールなんですが、それはね、こう街中でも、すごく恩恵に預かるというか、運転の楽しさがある、このトルク感ですね。高速にこれから乗るんで、高速の合流とかを試したいので、運転モードをスポーツ、操縦モードもスポーツにしてみました。これ回生ブレーキがスタンダードとローっていうのがあるのが、多分これがね、回生ブレーキ、まあ足を離した、アクセルから離した時に回生される量が少なく、要はそのクリープで進むみたいになるのはこのローのボタンを押すとなるんだと思うんですが、私はちょっと回生をガンガンしてくれた方がなんとなく好きなタイプなので、そっちのモードでやってみたいと思います。首都高の結構ギャップを乗り越えていってますが、路面のざらつきなんかも結構カットされて、まあちょっと感じるけど、相当綺麗に、やっぱフロアの剛性感が良いのか、不快なザラつきは相当抑えられてますね。まあ、ちゃんとステアリングにも路面の状況の反力っていうのは、まあ、荒れてるところだったら荒れてるっていう、その、微振動みたいなの、フィードバックはあるんで、それなりのロードインフォメーションはちゃんと残してくれているんですが、おはいや、想定してるよりも、加速の立ち上がりが早いですね。
だから追い越そうと思うと先に前の車にぶつかりそうになるぐらいのトルクの立ち上がりがする。これは今スポーツモードにしてますけどすっごいっすね。で今ちょうど渋滞しているのでまたさらにオートパイロットを試してみたいと思います。この、コラムシフトを2回下にで押すとハンドルに手を置いてくださいというここに表示が出ました。このスピードとかもあここのやっぱこれであこれでも設定できるんだったっけな。あそうだな、ステアリングのこのコロコロジョグダイヤルと、まあ、こっちの画面でも設定できますと。こちらのコロコロ右のステアリングのこのコロコロで、スピードをマックススピードを調整して左右でですね、車間を調整するという形になっていてすごくシンプル。これだったら本当に人に教える際にでもですね、こうやればいいんだよっていうのをすごく説明しやすいですね。で、今アダプティブクルーズコントロールとレーンキープしていますが本当ねロードホールディング性半端ない。もうちょっと自分で動かそうとしてももうがっつり白線の中央をもう捉えて離さないぞと、もうすごい、反力で、ステアリングやってくれているので、これなんか今オフになったかな、あ2回1回どうやって解除するの解除の仕方がブレーキを踏む以外に分かんないんですけど、ちょっと一旦解除 C の1回だけだとあれだ、レーンキープをしないアダプティブクルーズコントロールなんだ。でもう1回やると、ハンドル制御までしてくれるという感じですね。でかなりがっつり、掴んでるんですがこれを無理に、さらに押し、自分の意思でステアリングをいじろうとすると解除されると。でもう1回、レバーを2回入れるとさらにステアリングの操縦が復帰してくれるという感じですね。そして今前の車がいなくなったんで加速していって割り込んできましたが、あ自然にあの急ブレーキとか踏むことなく車速を維持してさらに車間も維持してくれてますね。今、ほとんど手は添えるだけ、左手は添えるだけって感じなんですけど、かなり白線の中央をビタッと行ってますね。で車がいなくなってもここでちゃんと白線から離れていったのを見てて自分は白線の中央を走ってるんだぞっていうのがこのモニター上でわかるので、これはね安心感がありますね。本当に白線の中央を走ってるんだなっていうのがすごく実感でわかりますね。これウインカー入れると車線変更もやってくれるのかしら、ちょっと試してみましょうか。行ってるっぽい。お、行った。行った。車線も、まあ、ウィンカー入れると、見て入ってくれるという感じですね。しかも、この、やっぱここでモニターしてるんで、あ、行ってるのが、こう、わかるっていうのは、ね、安心感ありますね。全開加速。まだちょっと試せてないんで、すげえ怖いぐらいのスーパー加速感なんですけども、ちょっとこれまた、ドライブ運転モードを今スポーツになっていますのでちょっと合流で踏んでみたいと思いますので、隣の大崎さん首の準備をよろしくお願いします、はい、木更津方面、はい、わちょうどスタートですね。怖いな、怖いぐらい速いですからね。止まれ、一応止まります。はい、オッケーそうですね。あ、来てるな、行っちゃおうかな。うひー、怖え怖え、酔う、酔いますね、これすごい、うわ怖え、なんかね脳が置いてかれる感じ。これはなんかこのまま踏んでたら気持ち悪くなるっていう感じでしたね。
はい、今、そしてアクアラインから降りて一般道を走ってますが、こちらの運転モード、これでですね、さっきはスポーツだったんですけど、今は加速をコンフォートにして操縦モードを標準にしました。するとやっぱステアの感じも軽くなって、加速もだいぶ、踏んでも常識的な感じになりましたね。これ本当に普段はこのコンフォートにしてないと危ないです本当にね、ドンと行くんで。これでもね、十分速いですね。これでもアイペースで踏んだ時よりも強く感じるぐらい十分な加速感があるんで、スポーツはね、心の準備が必要ですね。そしてさらに操縦モードがコンフォートっていうのがあるんで、これにするとね、本当にステアがめっちゃ軽くなります。もうかなり軽くなってます。で、それでいてですね、多分これステアリングバイワイヤーだと思うんですけど、ちょっと切っただけでもこのように、もう本当に3度切っただけでも、だからこうやると結構ゆら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 しちゃうような感じなんですけど、遊びが全くない状態なんで、コンフォートモードで走るときには逆にステアリングをギュッと握ってないと、ちょっと切っただけでもね、こう行っちゃうんで、これもね、だから車庫入れの時とかはコンフォートだと入れやすいかと思うんですけど、普段はやっぱ標準か、スポーツぐらいにしておいた方が、ステアのどっしり具合っていうのはいいかなと思いますね。で、回生ブレーキもスタンダードとローというモードがあって、スタンダードにしてるとかなり回生ブレーキで、制動がかかるんで、まあワンペダルで操作ができるような感じになりますね。で、それが嫌だっていう人はこのローにすると、まあ、クリープで前に進む従来の、車の感じに近い状態になります。でもね、その分回生力も弱まっちゃうんで、スタンダードで乗りこなしたいところですね。といった感じで、テスラモデル3パフォーマンスの試乗ドライブフィール編お届けしましたが、いかがでしたか。まあ、個人的なね、感想としては、まあ、これもね、驚きましたよね。いや、車の運転というかね、加速でここまで気持ち悪くなった車初めてですね。これぜひ皆さんにも体験してほしいと思うぐらい、本当酔うっていうか脳みそ置いてかれる感覚っていうのはね、本当に強烈でした。そして、内外装のね、ミニマルさ加減と同様に、走りもね、驚きの連続だったんですけれども、何しろね、乗り心地は非常にいいですよね。で、ドライブフィール、それぞれ、なんでしょう、ハンドリングとか、ロードノイズとか、もちろんね、エンジンがないんで静粛性も高いし、もういろんなところがね、質感良かったんですよね。いや、これね、新しい乗り物として、本当にね、物欲を刺激してくる車だなと思いましたね。で、今回試乗したパフォーマンスはね、717万円からとなっていますが、下のね、ベースグレードからは、500万円ちょっとで買えるので、なかなかね、そうなってくると、検討する余地もあるんじゃないかなと。私もね、マンション住まいじゃなかったら本当欲しいなと思う車の一台ですね。気になっている方はね、テスラのホームページから、ポチるという新しい買い方ですんで、見てみてはいかがかなと思います。青山にもね、ショールームありますんでね、そういったところで現物見てみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、これからもあなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワーソクチューブ、次回もお楽しみに。